皆さんこんにちは。今ご紹介をいただきました、民主党で幹事長代理ということをしていますが、衆議院議員の近藤昌一と申します。今日はママたちの会の皆さんがこうして会を主催してくださいました。本当に今年は大事な年だと思います。まあ、政治ってなんか近づきにくいと思われるところもあるかもしれないけども、今年の夏に参議院選挙があって本当に大事な選挙になると思います。つまり安倍総理大臣はですね、安倍首相は今世界が危険だ危険だ、危ないぞ危ないぞ、だから日本ももっと武力を強くして、あるいは武器も、今子供さんも言ってましたけどね、武器って人を殺すものですよ。それを作って外にも輸出してって、自分たちももっともっと武力を強くしよう、これが積極的な平和主義だ、こう言ってるわけであります。これで本当に本当の平和が作れるんでしょう。私はそうじゃないと思います。戦争ということは命のやり取りです。相手の命を奪うか自分が奪われるか、そんなことで平和が作れるわけがありません。最後に一言だけ申し上げたいけれども、私は昔ちょっと留学をしてた時があって、そこで友達がですね、中東の友達が、中東が危険になったからといって呼び戻された時のことを今も忘れません。一緒に学校で勉強してきた、平和だなと思ってた。しかしその友人は戦争のために、もしかしたら自分が殺されるかもしれない、あるいは相手を殺さなくてはならない、そんなところに呼び戻されていた。そんなことを絶対になっちゃいけない。人が人を殺す、そして自分の自由が、戦争はいいだとか言えない、そんな時代に、そんな社会にしないように、皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。